皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、気軽に月賞100万稼ぎたいっていう人に物申す5つの苦言ということでお伝えしていきたいと思います。あのー、いろいろとこう世の中二極化していて、 うん稼げないマインドを持って稼げないって言ってる人ってもちろん稼げない人いてるんですけど、えー、と稼ぎたいって言ってる人で本当に努力を伴ってちゃんと稼ごうって計画立てて頑張るタイプの人となんとなく周りが言ってるからノリで言っちゃってませんかみたいなタイプの人がいてそのノリで言っちゃってるタイプの人たちで多いのが月賞100万やりたいですって。 割とめちゃくちゃライトに言う人が多くて、最近ですね。何の影響だかよく知りませんけど、100万ってまあまあ大変ですよ。初期の段階では。あのー、うまく仕組みが整って軌道に乗ってくると、ちょっと放物線的に稼げるようになっていくんですけど、このね、出だしのこの地味で地道なところの100万まで至るところは、そこそこですね、 やらないといかん、いけないのですよ。いかないんです。いかないんだけど、なんか軽くね、言うんですよ。はい、クマ担ぎたいですって。いや言うのはタダだ,だから、いくら言ってもいいんですよ。で、割とね、あと思ってるのが、そのライトに言うタイプの人って、なんか、すごく楽にできる方法があると、勝手に勘違いしてライトに言ってる人も結構多くて、あの、 はっっききり言っときますけどねそこまでいきなり簡単に楽じゃないですよっていう話が一つとあとはその楽にねや,やれるっていうふうに思っちゃうのは瞬発力的な稼ぎ方だと意味ないですよっていう話を伝えたく5つの具現を今日は。 してみたたいいいいとと思思まますす、はい、では本題に入りたいと思います、えー、気軽に月賞50万稼ぎたいっていう人に物申す5つの苦言ですね先にこれ言っちゃいますよまず1つ目は目標設定をきちんとしましょうっていうことですねまず1つ目これですで2つ目は努力時間かけてちゃんと努力もしましょうね っていうことですね。これ二つ目です。で、三つ目は、えー、自分の価値を高めましょうっていうことですね。はい。自分の価値を高めましょう。で、四つ目は、えー、リスク対策ですね。はい。リスクも出てくる場合がありますよ。そのリスクは人によって違います。はい。で、五つ目。結構これ大事なんですけど、 持続可能なビジネスモデルを構築しましょうっていうね。この5つが大事なんで、一つ一つちょっと言っていきましょう。まず一つ目、この目標設定ですねいや。100万ってね、口で言うのは簡単なんですよ。100万をもうちょっと分解して、現実味がある形で理解してほしいんです。 割っていけば話簡単なんですよ。100万円という商品を作り、月に1人売れば100万円じゃないですか。これ難易度的にどうですかいけます ?100 万円の商品を毎月1人に売っていくっていう。高額商品を扱えるような、うん、その領域を持っている方ならいけるかもしれません。まあ、私だったら、100万円っていうところがね、 なかなか、その商品的にどうっていうところはね、ちょっとありますけれども。だからまず、ちょっと高額なのを持ったときに、50万を1人、2人なのか、10万円10人なのか、1万100人なのか、この規模感をね、もっと具体的に商品設計とともに落とし込んでほしいんですよね。はい、ここがあります。 はい。そしたらですね、今度二つ目ですね。努力と時間っていうところでね、努力必要ですよっていう話なんですけど、これ、あの、なんて言うんですかね。皆さんね、やっぱり継続と地道な努力は、一回はしましょう。ちゃんと。<laughs> だいたい100万円をね、軽くね、やりたいっていう人に限って、ほんとここやんない人多いから。ほんとやんないですよ。あの、 それなりに皆さんね、ちゃんとやってるんです。下積みっぽいことを。それで、なんか100万とかって言ってますけれども、あの、簡単に稼いでる人って簡単に落ちてどっか行っていなくなっちゃいますよ。あの、実業をちゃんとやってないタイプの人って稼いでる人います。つまり、えー、っと、その高額単価のものを自分が積み上げてきたものを教えるではなく、 そのツールみたいなものを売って、そのすぐ売ったそこでは一瞬お金になるんですよ。だけどそれがなくなっちゃったりとか自分の中からのコンテンツで売ってない人ってそこで終わりなんですよ。生み出せないタイプの人ですね。だから、あの、地道な下積みがない人で急にお金を稼げちゃったっていうタイプの人はすぐにお金が稼げなくなります。 だからね、やっぱり木の幹と一緒で、ちゃんとこう育てて木の幹太くなってる木って倒れにくいんですよ。だけど、ひょろひょろでひょーって育っちゃった木はすぐ倒れちゃうので、やっぱ一歩ずつ確実にものにしていくっていう計画を立てて、ちゃんと花を咲かせるっていう、この一連の行動をしっかりやるっていう地道さ。だから時間かかります。はい。 私は時間かかりますって昔から言ってるんですけどね。あの、3ヶ月ですぐに稼げるとかいろんな言葉を踊ってて皆さんそういうとこ行っちゃって100万以上とか簡単に払っちゃってすぐにねできると思っちゃう人いるんですけどいやそんなに世の中甘くないですってっていう感じ。私はもともと自動集客っていうのを提唱してます。だから3年がかりで作っていくんですよ。で一番大変なの1年目なんですよ。私のモデルは。 その代わり毎年集客が楽になるっていうそういうモデルを作ってるので、まあ、どっちが皆さんがいいかっていうので誰に習うのかっていうのを選んでほしいんですけどあのそんなに簡単じゃないですよ普通にだからライトに言う人って覚悟がないっていうかあの数字も分かってなくって100万っていう言葉の重みを知らずに軽く言うなファッションみたいにっていうのをすごく感じる時があります で、えっ、ー、と、三つ目がね、ご自身の価値をちゃんと高めましょうっていうことです。これ資格をいっぱい取るって言ってる意味じゃないんですよ。同業他社の中で、自分にどうしてもなら自分がな、な自分に習いに来てほしい理由をちゃんと最低でも自分で考えてくださいっていうことです。あの、他の人のところでいい内容だったら、他の人のところ行っていいじゃないですか。だから、 100万円を稼ぐ価値、どういう方法かは別としてですよ。1万円が100人だったらそこまでハードルは、金額のハードルは高くないですけど、人数のハードルめちゃめちゃ高いです。高額商品を売る方が楽なんですけど、特定の人に対して自分ってそういう価値がある人ですよっていうのをちゃんと伝えていくことができない限りはダメなんですよ。 だから自分の価値をちゃんと言語化して必要な人にちゃんと伝えるっていうことができないとこれまた100万って難しいんですよ。稼ぎ続けるですからね。単発で一回、ちょっと言葉悪いけど騙されちゃった人がいて、あこの人ってすごい人って思ったら案外すごくないでっていう人が一瞬いる分には稼げますけど悪い評判も広がりますからね、ちゃんと。 だから稼ぎ続ける人ってちゃんとやっぱり誠実にやってるタイプの人、継続をしてるっていうのがやっぱり最強だなというふうに思います。SNS にしてもです。私はブログとか YouTube は12年やってますからね。ちゃんと。企業当資からずっと細く長くやってますよ。はい。だからそういうことをやっぱちゃんとできる人の方が信頼されますね。4つ目です。あの、リスクをちゃんと取るっていうことですね。 稼ぐ時にリスク管理ができない人リスクを取ることができない人ってやっぱ稼げなくてリスクっていうのはすべてがうまくいくとも限らない場合があります例えば家庭の時間がねあの犠牲になる瞬間が出てくるとかですねそれによって目立つから同業他社の厄みを受けるとか、まあ、いろんなリスク考えられるんですよそこに対して自分のマインドセットですよねマインドの方が 耐えられるマインドを作っておかないとあとは家族の理解を得るっていう交渉能力ですねそういうのがないと邪魔が入ったりします伸びてってる時にこれ多いですよあの女性起業家が離婚する率めっちゃ高いっていうのはあの離婚するのが別に悪いとは言わないし私だって今は結婚ね続けてますけれども24の時に結婚してるから30年 続けてますけれども、あの、それはちゃんと理解をしてもらっているから、ただこの理解がいつまで続くかはね、わかりませんけれどもね。そうすると、もしや私だって離婚ということだってあるかもしれませんけれども、その、抑えつけられるようにやっぱり離婚を考えなくちゃいけなくなっちゃうような人っていうのは、やっぱり、あの、どういう人とそもそも結婚してるのかっていうのが出てきちゃったりとかするし、 お子さんとか、ね、いると、まあ、DV とかで別、ね、れる決意をする方とかもいらっしゃるからいろいろあるんですけど女性のお仕事がうまくいき始めると男性が嫉妬する傾向にあるのでそこも含めた状態で稼ぐことってどういうことっていうのは理解するあとご自身の性格とお金を扱う器とあと家庭の,その旦那さんとの関係性の、えー、心を扱う器ですね。 はい、だからあの私の場合にはあ今の状態で言うとねあの旦那より稼いでますよ稼いでるけどそこの領域はあんまり別に言うつもりはありませんあの稼げる能力がある方が稼げばいいと思ってるし家計としてそれが回っていればそれでいいただ私の場合例えばそれを抑えつけられるようなことをされたらちょっとやっぱ考えちゃうよねっていうことなんで私が自由が一番大事だからです はい、っていう,こう人生の中で何が大事かっていうのを知っているっていうのは結構大事だというふうに思っています。はい、これ4つ目です。で最後、5つ目ですね。持続可能なビジネスモデルの構築。これ結構大事です。あの一発屋さんって結構多いんですよ。月賞100万、1回こっきりとかね。 まあ、うまく続いて3ヶ月ぐらい続いてゼロっていう人もいるのでそれはやっぱりビジネスモデルの組み方と全体設計を長期的に設計してないから間違えてるっていうことですなので一時期稼いいいでででも意意意味味味ななんすすよあるけど意味ないです長期に続くかどうかっていうものを最初から設計できるっていうことが結構大事なんで気軽に100万じゃなくてじわじわ100万の方が 稼ぎ方としては正しいなというふうに個人的には思っています。はい、以上まとめます。え気軽に月収100万稼ぎたいっていう人に物申す5つの苦言ですね。1つ目は目標設定の重要さと。2つ目は努力はちゃんとしましょうって、ある程度の努力はしましょうって楽しく稼いでもいいけど。あと自分の価値を上げ続ける努力をしましょう。 あと、リスクもあるから、そのリスク管理もしていきましょう。で、五つ目、これが一番大事な、ビジス、持続可能なビジネスモデルをちゃんと作りましょう。この5点を理解して、月商100万という言葉を使っていただきたいというふうに思ってお伝えいたしました。はい、以上です。それでは。